可恶，我的手机没电了，我得去拿充电器。哎，它充得很慢，没办法，让它慢慢的充吧。可恶，我的手机没电了，我得去拿充电器。哎，它充得很慢，没办法，让它慢慢的充吧。はい、どうも皆さん、お疲れ様です。ということで、本日の例文紹介していきます。8月も一緒に頑張りましょう。はい、ということで、今日の文ですね。は、可恶、我的手机没电了。我得去拿充电器。欸、他充得很慢。没办法。让他慢慢的充吧。というような一文になります。今回の文法キーワードは、この的ですね。的、3種類ある的と、そのうちの1個、得をするという字を書いたこの的ですね。これは実は、でと読んで、助動詞の意味もありますよというような形でですね、その4つですね、で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 の4つをですね、すべてこの一文に盛り込んであります。そしてちゃんと意味が通じるような文にしてありますので、もしですね、例えばまあ、なんか空所補充問題とかでですね、こう、でがいっぱいあったりとかして、どのでが入るんだろうとか、いまいちね、このでの使い方がよくわからない、どういう時にこのでになるのかなっていうのがわからなかった方はですね、ぜひこの一文ですね、覚えていただければ、文構造を解釈したときに、あ、これだからこの度ね、これだからこっちねっていう風にですね、解釈できると思いますので、ぜひ頑張って覚えていきましょう。はい、ということで、まずは使われている語句を紹介していきます。可恶、これ形容詞で、まずクソとかって言うんですね。まあ、ちょっと憎いっていう感じの時ですね。で、まあ自分で、うわ、やっちまったみたいな感じの意味合いもあるので、可恶、可恶と今回使われていますね。可恶。で、次、で、これは助詞です。今回紹介するうちの一つの助詞で、誰々のとかっていう形で、後ろにでが来た場合は名詞が来ます。名詞。で、次、名。で、これは副詞で何々がないですね。名誉の省略形です。名誉の省略形。何々がない。で、次、でい。これは、助動詞で何々しなければならないですね。前回も出てきましたが、でいは助動詞なので、動詞の前について、その動詞をしなければならないという意味になりますね。で、今回、このでいがどこについているかというと、な。で、まあ、厳密に言うと、なというのは持つっていうことですね。持つ。で、今回は、取りに行くという風な動詞になっています。取りに行く。つまり、取りに行かなきゃっていうような意味合いとして、今回、でいとながセットで使われていると。そして次は、充電器。これは名詞で充電器ですね。充電器。そして次、た。これは、まあ、あなたとかって指すたですよね。あなたは何か。彼、彼女っていう風に言う時のたの、それが物だった場合は同じ発音で漢字が変わります。た。物を指す時の代名詞です。これは動詞で満たすですね。今回使われているのは、充電。ね、充電で、まあ、充電するという形で使われています。で、今回は、このでは、でじゃないですね。今回特、このオレンジ色のでは、普通にでと読みます。で、これは助詞で、後ろに形容詞が来た場合に、使えますね。これも文法解説のところで詳しく解説していきます。そして次、まん。これは形容詞で遅いとかゆっくりですね。まん。で、めいばんは。これは定型文です。定型フレーズで、しょうがないと。めい、ないと。何がないんですか？ばんは。ばんはというのは方法ということです。めいばんは。まあ、つまり方法がないからしょうがないという意味ですね。めいばんは。ラン。これ前置詞と動詞で両方の意味があるんですけれども、今回は前置詞と使われている。前置詞として使われています。で、何々させると。前置詞の後ろには名詞が来るので、その名詞に何々させるっていうことですね。その名詞に対して何々させると。ラン。でした。ラン。で、次、ド。これ三つ目のドですね。地面の地と書いてド。で、これは後ろに動詞が来る場合の、助詞です。ド。という形で、まあ、これ省略は可能ですよと、以前このドが出てきた時ですね、軽くおさらいしたんですけども、今回はじっくりですね、解説していきますので、では、早速ですね、文法解説の方に参りたいと思います。と、まずどういう文かというとですね、まあ、前回の、例文の続きになりますね。まあ、台湾に到着して、ホテルに着きまして、まあ、シャワー浴びてから出るかいっていう時の、そのからの続きですね。もうこれから夜市に行くんだという前の状態ですね。つまりホテルの中ですね。ホテルの中でどうなっているか。くおうね、くおう、くそ、やべとなっていますね。くおう、何がやばいんだ。次ですね。我的手机没电了。我的手机没电了。はい。出てきました。早速一つ目の音です。で、ここですね。まず主語が我的手机。我的手机です。ここが主語になります。ですね。主語。そして次、没电了。ね。V で、あ、やばい。電池がないと。
電がない、つまり没電という形ですね。電池がないわ、なくなったわという意味になります。で、ここ我的手机ですよね。まずこの的というのはですね、我的手机、これ単純に日本語に訳した時には誰々の、私のという訳し方をします。私の手机、携帯ですね。私の携帯は没电了、充電がなくなったと、電気がバッテリーがないですという意味になりますね。我的手机。で、この的が使われる時っていうのは私の携帯とか、そういった時に使うので、後ろには名詞がきます。例えば私の美味しいとかっていうふうには言い切る形はできないです。私の美味しいケーキとかね、だったら OK なんですけど、私の美味しいではちょっと意味が通じない、文が完結していないので、私の美味しいケーキみたいな感じで、美味しいケーキは名詞ですよね。好吃的蛋糕となるので、こういった時には、どの後ろですね、まあ、名詞が来ると。なので私のってなったらですね、通常後ろに名詞が来るように、このどの後ろも名詞が来るという形になります。次の文見ていきましょう。我得去拿充电器。我得去拿充电器。ここは発音でと言ってますね。でと言ってます。で、このドドド3種類とこのデイっていうのはもう品詞が違うので全く別物だと考えてください。全く別物です。で、デイっていうのは助動詞です。助動詞なので動詞を助けなきゃいけないんですね。動詞を助けると、で、どういう風に動詞を、どんな意味を持って動詞を助けるのかというと、その後ろの動詞を何々しなければならないですよっていう風に義務を表してあげてるんですね。で、今回なのでこのデイがだと読むかデイと読むか見分ける場合ですね、このド得という字の後ろに動詞があった場合は、でいと読みます。でいと読みます。で、今回は、おて、ちゅいな、ちゅいなという動詞がありますね。ちゅいな、ね、取りに行くという動詞があるので、今回この、での読み方は、でいとなります。おて、ちゅいな、充電器。で、わ、私が主語ですね。そして、で、ちゅいな、何をしなければならない。何をしなければならないんですか、取りに行かなければならないんです。充電器をという形で、目的語が充電器ですね。充電器という形になってますね。メディアナスウェイ、他需要充電器。彼は充電器が必要だと、メディアナと言ってるのでね。そして次の文に行きます。えい、えいね。えいは4世で言ったら、おいっていう意味でしたね。で、えいってだったら、おやっていう意味でしたね。はい。で、えいというのは、えい、おい、マジかよって感じですね。おい、おい、どうしたんだよ。その次です。他充的很慢。他充的很慢ですと、どういうことかというと、このた、まず最初主語はたですね。で、今回は人を指していないですね。彼やあなたを指していないので、今回何を指していますか。このたというのは充電器ですよね。充電器でした。これは彼とは呼ばないですよね。こんな時、物に対して使うたです。たこの代名詞がたですね。つまり充電器が充的很慢、充的很慢ですね。で、この時ですね、黄色でくぐられているところ、the と man ですね。ここ、二つ目の the です。後ろに形容詞が来ている場合、そして前に動詞が来ている場合というのは、この真ん中の the っていうのはですね、得という字になります。つまり、この得を見た時にですよ、さっきやったのは後ろに動詞があるパターンでした。注意ながあったパターンでした。ただ今回は後ろに形容詞があるので、これは助詞のでだという形になるんですね。なので読み方はでいではないです。でいは助動詞の読み方、そしてでというのは助詞の読み方です。今回は後ろにまん、很まんという形容詞があるので、この読み方はでとなります。これですね、まあ、読むときっていうのは後ろに形容詞があるかないかっていうのを見てあげて、あ、形容詞まんがあるじゃん、じゃあこれはでだ、つまり充的很慢という形になりますね。なんでじゃあこの助詞が必要なのかっていうと、充電するのが遅いっていう風に、遅いということを最終的には言いたい。